区市立和志宮東中学校は埼玉県区市八方四丁目にある公立中学校。最寄り駅は東和志宮駅。1982年に開校。区市立和志宮中学校の生徒像により分離した。2004年4月1日にラグビー部ができる。2004年ラグビー部県大会ベスト4進出。2005年3月31日にラグビー部が廃部。 2010年3月23日に、和宮町が、久喜市、南埼玉郡商部長、北葛飾郡栗橋町と合併して消滅したため、公明が、久喜市立和宮東中学校に変更となる。2011年5月16日に、テニス武装庫から出火、鉄骨平屋道建物約38平方メートルの、うち約2平方メートルが焼けた。文化、 芸術の日には合唱の発表があり、学年ごとに最優秀賞、優秀賞、伴奏者賞、指揮者賞が決められる。3年生を送る会は略して三奏会と呼ばれることもある。三奏会では有志が歌や踊りを発表する。2011年からはクラスごとの発表となった。また2015年からは1年生と2年生行動での 発表となった。喜市立和紙宮東中学校 HP、和紙宮東中の倉庫で、ぼや喜 MSN3K ニュース。ありがとうございます。